今回初めてサンクスコンサートに出演することができ、素敵なホールで演奏できること光栄に思います。また今回演奏するチャイコフスキーのドゥムカはロシアの農村風景という副題がついていて、ロシアもの独特の憂鬱な音色から陽気な部分に急展開があったりと、ストーリーを思い描きやすい曲になっているので、表現が皆さんに伝わるように演奏できればと思います。せっかくいただけた機会なので、後悔のない演奏ができるように日々練習に取り組んでいます。もともと母がピアノ講師ということから音楽のある環境に育ち、私は3歳からピアノを始めて今年で23年目になります。楽器を演奏することは自分自身の表現で、なかなか言葉に表せない気持ちも楽器に乗せることで不思議と気持ちが伝わります。私にとってピアノは言葉に乗せない自分の気持ち、自分自身の素直な気持ちを表現できる心の拠り所です。配信もあるということで、普段お会いできない会員様にも演奏を聴いていただけるのでとても嬉しく思います。音楽を通して感謝の気持ちを伝えたいと思います。